断りもなく通るなんて、しつけの程度が伺えちゃうわね。めんどくさいやつですね。見ていたのか、少年の腐ったガリーらしい。やめてくださいよ。そういう風にしたのはマスターじゃないですか。思い出の最終はどうなってる？順調ですよ。でもミカちゃん、大ぐらいなので足りてません。なら急げ。こちらも出直しだ。よっか、ガリー頑張ります。ふい。さよなら。行きます。ちょ、これでも頑張ったんですよ。まあ問題なかろう。これでオートスコアラーは全機起動。ガリー。ああ、はいはい、ガリーのお仕事ですよね。そういえばマスター、エルフナインは連中に保護されたみたいですよ。聖杯に思い出は満たされて、生贄の少女が現れる。そしてあなたの戦うべき敵。あなたみたいに面倒くさいのを戦わせる方法はよく知ってるの。頭の中のお花畑を踏みにじってあげる。いい加減観念しなよ。上げて落とせば、いい加減戦うムードにもなるんじゃないかしら。想定外に次ぐ想定外、捨てておいたポンコツが意外なくらいにやってくれるなんて。そっちに行ってんじゃねえや。せめてあの時ハズレ奏者のギアが解除されなければ。まるで積み木の後ろ。レイヤちゃんの妹に手伝ってもらうまでもないわね。思い出を力と変えて、万象黙示録の完成のために。夏の思い出作りは十分かしら。なわけねえだろ。あげるばかりつつなくこじりかんしゃさ世の中。そうね、ハズレ奏者、いつまでも逃げ回ってないで。銀の左腕、あの時見たく失望させないでよ。うわぁ、私負けちゃうかも。なんてね。させてもらうわ。あれれ、獣と打ちやがった。いやいや、こんな無理くりなんかでなく、歌ってみせなよ、アイドル大統領。やけっぱちで強くなれるなどとのぼせるな。ハズレ奏者にはがっかりだ。派手に立ち回ったな。目的ついでにちょっと寄り道よ。うっさい。だからあのハズレ奏者から一番にむしり取るって決めたのよ。ほんと、お待たせ、ハズレ奏者。今度こそ歌ってもらえるんでしょうね。ハズレでないのなら戦いの中で示してみせて。点で弱すぎる。その力、
弱いあんたに使えるの？弱くても自分らしくあること、それが強さ。弱さが強さだなんて、トンチを聞かせすぎだって。いいねいいね。この一部全てさらしくて、たとえつく日が来ても、ハートだけは夢だけは手に入れて。私が一番乗りなんだから、一番の拳でも生きていきます。これで覚えているのなら、悔しささえも恥ずかしめでも変わる。一番乗りなんだから。あなたたちは炉心に連結されていた廃棄躯体のスクラップにスペアボディ、呼び方はいろいろあるけれど、再起動してくれたからにはやれるだけのことはやりますわよ。この身に蓄えられ、やりたいことがあります。ごめんなさい、僕です。通信を行った以上捕捉される恐れがあるため、要点だけ手短に。ここは敵のただ中です。どうしたって危険が伴うのであれば戦うしかありません。マスター、地味に窮地。二人とも任せて。目的地までの道のりはここに叩き込んでるから、今のうちに。ありがとう、パラ、レイヤ。不足はいろいろありますが、それでも全力を尽くしてます。だからマスターも全力で信じてあげてくださいな。私がそんなことするはずないじゃないですか。もっと凛としてくださいまし。私たちのマスターはいつだってそうだったじゃないですか。キャロルは